5番、8番、狼、3番、9番、どちらか強靭だと思ってます。まあ、3番の発言を聞いてみないと分かりませんが、8番さんというのは4番さんに対して6番守ってるのって話して、9番を白結果って話しましたけど、9番を狼で追った視点ってあなただけですよ。もしくは3番ですよ。昨日の発言もおかしかったよね。3番さんが5番と7番を心境で置いて9番に平ためてるイコール5番目線、3番目線っていうのは9番を狼で置いてる視点だよね。8番さんは他の人間が9番はマックス強靭なんじゃないか、強靭はあるかもしれないけど精査は濁るからつるっていう視点を出しておきながら、8番さんっていうのは9番を2周目で黒がある、俺だけおかしいのかな、9番黒で見えてんの俺だけだよって言って9番を釣ろうとしたんですよね。3番と同じ行動じゃないですか。8番が3番に溜めたヘイトがおかしいと思ってる。なおかつ6番を守って、なんで6番守ってる段にならないはず、あなたが一番色見たいはずですよね。配信してる人の AI 見たら全然人いなかったから、あ、これやったらダメなやつだって。役職をお選びください。これ選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。俺の喋り持たないやつやん。あなたの役職は人狼です。しゃーこら、誰だ相方。夜が更けました。人狼に気をつけて人狼の行ってください。変なんじゃないか。あ、クマさんどうする、占い。どちらでもいいっすよ。じゃあ状況見てやりますか。クマさんなら大丈夫でしょう。そうっすね。ね、状況見て果たしてくださいね。見事に散っていき役がありなの？そうなの？あ、ゆうせいさん毎度こんばんは。最近みんな毎度って言ってくれるんですけど、なんか毎度が俺の挨拶みたいになってるんですね。みんな毎度毎度みたいな。誰も死にませんでした。どうすんなの？みんなに毎度って、毎度っていう挨拶。2番のプレイヤーが発言します。はい、毎度ありがとうございますということで、2番も愛犬でございます。まあ、思考というか自分のプレイヤーの、なんだろう。皆さんに、開示しようかな。自分はね、結構決め打ちしますね。まあ、霊の、まあ、占い師は、まあ、もちろんのこと、まあ、霊の騎士もほぼ結構決め打ちの視点を持ちます。ただね、この一周目なんで、なかなか見えない視点っていうのはあるかもしれないので、皆さんには、初週から私も含めて、まあ、3番、4番、5番とか、もう前半位置にバンバン殴ってってほしいと思ってる。その殴りが違和感などなのか、雑に殴ってんのか、白要素として殴ってんのかを判断して、今後の考察に役立ったいなと思ってます。二周目に関しては、釣り位置とか違和感を感じて、二つ三つを上げると思います。まあ、ただ一本だけ黒いなと思ったら、薬局も考えて二本を上げますけど、まあ、そういう目線でやっていくプレイヤーということの進行論で以上です。三番。黒いな。のプレイヤーが発言します。黒いな。はい、黒いな。よろしくお願いします。黒いな。そうです。まあ、二番さんに関しては、黒いだろう。なんだろう、まあ、どんどん黒くないかい？ってとは言ったんですが、まあ、殴る要素がないと殴れないから、まあ、無理やり殴ったって、それはもう意味なことだから、黒くない。まあ、それはどうかなとは思いましたが。あ、ジョタケさんこんばんは。誰か買ってた、まあ、色は落ちないかなと思ってます、ね。誰だ、役買ったやつ、はい。まあ、僕としてはあんまり盤面での、その進行の、なんか、提示はするつもりはないんですが、なんだろうな。皆さんこんばんは。まあ、占い師、まあ、初日から審議が、これ非常さんもリスナーさんですよ。腹黒い非常さんもリスナー。あんまり審とか審が強いとか弱いとかは結構いるわ。発言してほしくないなと思って。まあ、精査はしてもいいが、さんも絶対審がないとかいう発言は別にしなくていいかなって僕は思ってますね。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。そうですね、2番さんに関しては、まあ、決め打ちの思考を持ってますと。それは僕は。うん、ただ、まあ、1周目で決めきれないっていう発言もあったんで、その決めきれない思考の中でどういうふうに決め打ちしていくのかなっていうのを、まあ、2周目、考察とか聞いて。あ、そうだね、最近来たなってのがお疲れです、うん。判断というかね、おかしなこと言ってないかなっていうのは見ていきたいかなと思ってる。上竹人狼やるときは、3番さんに関しては人狼のときにバナナ食ったりするから。占い師の審議あんまつけない方がいい。バナナ食って審切られて。噛まれ記念とかで言ってるのか分かんないけど、だったら占い師に関して、審だったら頑張ってくれとか言ってる方がいいんじゃないかな。審の占い師がバナナ食ってるわけねえだろ。3番さんが、その占い師の審議についてどの方のいいのかっていうのは気になります。初週で。はい。バナナ食いながら人狼やってるわけねえだろ。3番さんが言うとなんかいろいろあるから。
あんま言わない方がいいんじゃないのかなとも思ってます、サンバさんはね。そういう思ったにしよう。はい、2周目頑張ります。5番のプレイヤーが発言します。あ、そういうことなんですね、古谷さん。はい、おはようございます。バラナ陣営ですね。一番が白です。一番が白です。占い師です。占い師で言いました。後半1に対して白。2番さんに関しては2周目だと思っている。2周目だと思う理由も4番さんが言ってくれたと思っている。4番さんの視点に関するかなっていう感じですかね。だから4番さんが印象がいいってなってます。3番さんに対してはその占いどうのこうのっていう話ね。そこに対して、ちゃんと自分の考えを落とし込んで、理由を言ってほしかったかな。まあ、最初はね、ウォーミングアップみたいなもんなんでね、初日に釣られてもいいぐらいの勢いでやりますよ、ね。騎士は盤面状況により普通に。最初はウォーミングアップだから。グレー幅を狭めたいです。まあ、1番さんが騎士だとは言ってもらわないですけど。はい。まあ、霊能に関してもそうですね。2番さんの位置までに出てください。お願いします。俺は基本的に、潜伏する人を、霊能は初週から出ていいと思うけどね。例えば明日出てきて、色気がこうでしたって出てきても信用しない可能性が高いので、今日普通に出てきてください。そんな感じですかね。よろしくお願いします。6番。色落ちねえな、このプレイヤーが発言します。怪しいじゃなくて。はい、9番さん、乱白出てます。9番さん、乱白出てます。ほら、お願いします。そうですね。対抗の5番さんがちょっと何で出てるかわからないんですけど、ただ僕ごめんなさい、2番さんとして、基本的に決め打ちたい派ですね。俺は多分巨人出てると思うぞ。50-50ぐらいだったら釣り切るとかって、そういうのあるかもしれないけど、基本的に霊能とか。うん、そういうのは決め打っていきたいと思ってます。うん。なので、ただ僕が5番さんと違うところが、4番さんって、3番さんの発言って、要は、僕と例えば5番と6番が出てて、6の芯がねえじゃねえか、5の芯は絶対ないとか、そういう発言をやめてくれっていう方が強いと思ってるんでね、そういうメッセージだと思ってるから、ただ4番さんはそれに、まあ、進行論が違うから、黒白ってことはないんですけど。まあ、叩き切れてないかな。だから、あんまりヒート買いたくないのかなって、自分は正直思ったから。登録はどっちもって、だからまあ、出っ放しだと思います。それを5が4は印象いってるから、まあ、ラインを組んでるのか、勢いが出っ放しじゃないですか。とりあえず、機種は出なくていい。俺、占いだぞ、みたいな、勢いで出てますね。のプレイヤーが発言します。まあ、占いです。四四郎です、四四郎。5番、6番、対抗ですね。ね、さっきの6番の騎士出なくていいっていうので、この方が狼目があるのかなと思ってるけど、まだ正直5、6は分かんないから。後半1に白打ってることによるんで、まあ、いいと思います。僕は6番、例えば5番が狼だったら、俺3白好きな、1番が黒っていうのはあるかもしれない。6番が狼だったら9番黒っていうのはあるかもしれない。だって二陣が出てくれてるんでしょ、最高やん。後半1に白で、もしかしたら、真の占い師に当たるかもしれないんで、5番さん、6番さん目線ね。ガンガン出てくるね。この後もう一人が出てきたらどうしよう。囲ってるのもあるのかなと思うんで、9番1番の発言をちゃんと聞いていきたい。登録に一人強人いて、スライドが板場いて、真の占い師出てくるから。まあ、現状では6番の岸出るな発言で、6番の真の占い師あると思ってます。56に素直感じて、一人強人いた場合って、はい、もう、ほぼ真出てくる。現状はいいじゃん。俺が狼なんで分かってるんで。のプレイヤーが発言します。ほぼ、チン。よろしくお願いします。村人ジェーンでした。まあ、このままスラがなかった場合、6番さんから釣りたいかなって思ってて。色が見たいっていうよりは、6番さんの芯がちょっと薄いかなって。どっちかっていうと、6番さん強人ではおったんやけど、うん、5、7ってどっちが芯かって現状分かってなくて、6の2世を決めってるわけではないけどね。うん、6番さんの決め打ちたいっていう発言から、6番さん強人の線が結構濃いかなって思っとるかな。で、村っぽいなって思ったのは4番さん。4番さんっていうのは3番のカマルケレンっていうところまでしっかり組み取って精査をしよったっていうところがかなり、俺視点ではね、まあそこで白ってまだ置けはしてんけど、うん、うん、ちょっと村っぽいんじゃないかな、この人って思ったかな。で、もし3周からスラがあった場合、うん、で、まあ、どういう盤面になるかはわからんけど、グレー詰めの盤面とかで、もし2番さんが結構決め打ちたいって言ってる人やけん、センサーやばかったら俺2番さんから釣りたいなと思ったかな。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。8番ランダム白ね。占い師です。8番ランダム白ね。っていうことでね、占い師が自分より先に3人も出ちゃってるんですけどね、うん、この場面どういう場面なのか俺全く理解不能なんだけど、まあ、一応俺目線では強人目は1人もいない、まあ、8番さんすら懸念あったけど、これ1番さんが霊能で出てくれば全人が露出の場面じゃないのかな。もう。違うかな。俺目線で狂人は一人もいない。だから、騎士って出なくてもいいんじゃない。もし1が出なかったら。7493なんで、狂人は一人もいない。うん、だから、グレー全員隠しろになると思ってるから。まあ、9番はスラないんで、5、6どちらかスラでしょう、ね。だから、俺目線5、6、7、スラ。もしかしたら2、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 
役職全部、釣り切ってもらえば8ですね。はい。だ騎士は出なくていいです。このまま行くんだったら。まあ、とりあえず8しろってことで、ローメはどうなのかな。6、7あたりじゃないかな。ローメ感じるのは。って思うけど、2周目伸ばしたいと思います。8しろね。1番のプレイヤーが発言します。9番が、もし真なのであれば、5、6、7のどこかが、てか全人外出るわけないじゃん。9めっちゃ偽臭いと思ってます。はい。その次に6が占い師の目線じゃないなって。8が言った通りなんで、6視点で決め打ちたいっていう要素を霊能に関して言ってたけど、ってなった場合って対抗って狼でしか見てない視点なんだよね。霊能に対して決め打ちたい。ってことは心境で見てるってことだから5番に対してどっちで出てるかわかんないけど、でも霊能は決め打ちたい。発言の点で矛盾してると思ってるし、8が最初だと思ってて、8が4に対して拾った要素で、4が、3が、明確に精査をつけた場合に3番が噛まれるかもしれないから、そういった精査がいいっていう、しっかり理由付けをしてたところが、8番が一番いい、うん。はい。9がめっちゃ偽臭くて、6番が強靭かなって思ってます。5、7どっちかが霊能だと思ってます。以上です。うん、2番のプレイヤーが発言します。はいはいはい。まあ、9は偽だなと思ったわ。グレ精査全くしなかったからね。9-4 騎士の6が霊の、霊すらね。で、6が霊の確定で、2-1-2 番目。まあ、9番の2周目の発言聞いてからかな。9番ってもう圧倒的にグレー精査全くなくて、5番、6番、いやー、9釣りかな。いや、精査云々じゃなくて、盤面的に9番が狂人、王は狼でしょうね。まあ、狼はなくてる人の狂人目は非常に高いと思うんで、6番さんが9番の色を見たいとなったら9番の推しで釣る。例えば9番が狂人だった場合、5番、7番が神童だった場合にご主人を釣る行為で、2-1-2番面の占い詰めっていう進行で聞いた可能性もある。で、それをさらに受け手にとって、今日は俺釣られねえぞって言ってる狼の可能性もあるから、9番は落としていいと思っている。グレセさ全くなかったしね。8番1番がまあまあ白いかなとは思ってますね。6番の話も聞いてもやっぱり6番ってあんまり俺も真じゃないって思った。これは1番が言ってたくれてた通りで、6番目線って5番しか出てない状態に2しようで、霊能決め打ちするっていうのは占い師目線ではないとは思った。まあ消去法でそうなると3か9って話になるけど、まあ3番に関しても9番に関してもまだ理由が薄い。5番7番に関しては正直わからないかな。あんまりメモも取ってない。はい。まあ、今日9番でいいと思います。以上。3番。のプレイヤーが発言します。はい、ジョーさん、こんばんは。はい。よろしくお願いします。パイスラか。レースラもパイスラか。まあ、9番さんっていいんじゃないですか。8か1かも。9番さん以外に行くところがないって、僕は思いますけど、ね。8、1、2、あれなんよね。黒1作んないと、ね。あんまり占い審議に関してはね、確かに6番さんが騎士出ないでって言ったのは、ちょっときついね、この盤面。それだけでは偽要素ではないかなと思ったんですけど。パッチッチより白くなんない。6番さんが霊能だったなら決め打ちたいという発言は。もしくは6番の評価、まあ、3番の評価ないといけないんで。8、1が3番殴る構図作った方がいいかな。じゃあ占い者はわかんないですね、まだ現状。全くわかんないですね。まあ俺と同じ考察してるから。全然わかんねえな。今現状全然わかってねえ。僕がね、あんまり占い師につけたしくないって言ったのは、まあもちろん噛まれ懸念もあるんだけど。7番が4種の、まあ、本当に真の占い師が真実って言われちゃうと、まあ慣れちゃうんだよね。片白か。僕がそうだった。僕がそうだった経験があるから、慣れてね、で、LINE とかも見えなくなっちゃうから、まあ、精査だけに届いてた方がいいんじゃないかなって思って。まあまあ、そうだね。8-1が白いのは狼目線。辛いですかね。まあけど村目線も9番が人外でほぼ確定だと思っていて。まあ9人外確定。まあ、人狼で4使用面出るのはスラが見えてるから。まあそれか、そう想定すると、まあ9がローだったら言って。8-1-3に強人。9村8-1-3に強人が強いですね。2か8か。そうすれば俺がローメ出してきて出してきほど、1番8番が強人だったらって、めちゃくちゃ俺にプラスになる。占い師だったら2か8かって思ってます、ね。まあそこのバランスじゃないですか。天秤にかけて。プレイヤーが自分が狼目指すのか村目指すのかどっちかだと。9が強人じゃなかった場合。はい、お願いします。
まあ、1、8強人だと強い。9、3でいいと思うけど、9、3なんか強人な気がしてますね。まあ、9は強人っぽいよね。9、3って1番さんのところで、だいぶ信じられてる。まあ、一番やばいのは俺が釣られたこと。で、9、3が本当にアーマーしようと思ってるんだったら、あんだけ信じられた状態で、キシスラはさすがにないと思ってるから、うん、アーマー、とてもアーマーしようとしてやってるようには見えなかったっすね。そうやな、そうやな。はい。だから、せめても騎士炙り出そうとして、騎士すらしたんじゃないかって見えるから、9番強人なんじゃないかと思ってます。だから、5、7に関しては進路だと思っていて、うん。精査についてはね、わかんないな、まだ。7番さんに関しては、6番さんに対して精査入れたけど、それは占い師としての精査を入れてるから、偽っていう意味のね。だから、まあ、5、7の真偽はついてないなと思ってます。9スムだったらやばいよ、やばいよ。で、リーチ目、リーチ目で。まあ俺、で、一周目、さんまさんに対して思ったのは、さんまさんもしかしたら占い師で言ってんのかなと思ったから。あら。うん。だけど違ったからごめんなさい、俺の見当違いでしたって感じですね。だからあんま深く叩かず、みたいな状態でしたって感じかな。グレーについては。7番に3狂ってもらう。まあ一番その精査真っ当だったなと思ってる。はい。ただもう意味ないなと思ってる。7番に3狂ってもらって。三強人九番申し訳ない。今日九番釣ろうと思ってるけど、五七の審議について明日話そうかなと思って。五番の占い師に入んない方がいい。申し訳ない。まあ、五番一人目だったのプレイヤーが発言します。いや、四番さん、三番さんが言ったように、九番が仮に狼だった場合って、釣られちゃう。一番の発言で釣られちゃうって言って、釣らした可能性がある。でも、七九狼っていうのは見えないと思うから、そんなね、イージー狼ではないと思ってるから、7番が強人だった場合、9番狼ってのは、その場合って俺囲まれる。うん。ってのもあるから、そこら辺はちょっと考えてくださいね。9番がめっちゃ死んだせば、強人も見えるんだ。余計なことをやっていた場合って、2番、3番が真っ当な人間になっちゃってるから、ちょっと精査が難しくなってる。8番さんに対して、8番さんなんだけど、1周目の発言として違和感というのはなかった。うん。だから、シンプルに9番ってのは占いたくないし、するべきだと思うけど、7級狼ってのはそんなちょろい盤面ではないと思う。81からヘイトもらえそうな気がするんだよな。隠れちゃってるとは思ってるんだよね。けど81が俺にヘイトあかんとしても強人名があるヘイトだから別にあんまり黒には感じない。7号に対して神経で9が狼、まあ4番さんに対して神道で9が強人っていうのもわかるけど、うん、だからその視点を落とした3番の方がシンプルさんでこそこそ話好きだからっていう評価に俺目線はなるか。このまま聞き取れてない。6番さんに教えてほしいんだけど、俺、聞き取れなかったんだけど、7番さんが勢いよく何しろって言ったか分かんないので、4その辺にもラインがある可能性とかもあるかもしれないから、6番さん、申し訳ないけど、7番の城先を教えてください。よろしくお願いします。こんな感じですかね。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、7番さんの白先は4番さんです。7が4です。はい。そうですね。まあ僕が9に、白を刺して、で、9が出てきて、まあ俺すら懸念だと思ってんだけど、それで、2-1-2 場面だった時に、もし巨人で出てた場合、9番が、5-7 から行く、普通のな流れね、普通だったら 5-7 から行く流れになるのを、押されて自分が辛いに行ってる巨人だと自分は思ってるから、正直、グレーの中で、もし57が進路で出てて、グレーの中にもう一進路いるとしたら、グレー詰めでどこ行こうかって、黒見つけられる今自信がわからないです。正直ないです。わかんないです。うん。2、3、8、それぞれ、まあ、8はまだ聞けてないけど、まあ、片白の、ね、1番さんも含めてだけど、うん。まあ、正直そう、ラインとかがあれが全くちょっと見えてないですよね。うん。ただ2、3にいる可能性ももちろんあるし、うん。ただ8から、1周目の8からは俺は、うん。黒い要素とかそういうのはまだ聞き取れなかったんで、2周目しっかり聞きますけど、うん。なので、まあ、うん、まあ、ムラスラした。頭出さない方がいいかなと思ったら、まあ、頭出さなかったけど。結局俺、場面に濁ると思ってる。こういう場面になってくれるのを想像してたから、まあ、他の人がもし9行きたくないっつも、俺は今日9指定してたからね。うん。今日は9譲りでいいです。5番釣り釣ってないね、まあ、白しか落ちないと思ったけど。うん。で、騎士は、うん、騎士はね、まあ、あえて指定しないです。好きなとこ4番さん守ればいいと思ってるよ、俺は。うん。ここで指定されてもあれだからね。まあ、連絡入りそうな可能性もあるし、わからんけど。4番、3番ヘッサメてっから。うん。5、7についてはちょっとわかんない。6連して3クロ出すか。7番のプレイヤーが発言します。どっから参考人じゃん。まあ、9番さんはほぼほぼ俺は強人だと思ってますよ。呼吸ローローには全く見えないです。
はい、仮に9番が狼だったら、567と出てって、相方が出てるんでしょ、5か6に。あの場面ね。で、わざわざスラする意味がないと思うんで、俺は9番は強靭だと思ってます。で、5番が2、3マットで、3の方が良くなってるって言ってて、8に全く触れないのが、ちょっと違和感は感じるかなって感じ。ただ、8番からあんまり狼要素は拾えてないかな。6から釣りたい、興味があるっていうのが、俺と全く一緒だったから、正直8番からあんまり狼要素を拾えてない現状。はい。すごい難しいですね。8、1強靭いたら多分9釣ると思うよ。2番、3番は、2番っていうのは8、1が白で、5、7が分からないって言ってる人間。で、3番っていうのは、占い分からない、9が人外って言ってる人間。そういう規制さ難しいな、と現状思ってます。7番結構頭出してもいいと思うけど、ここは。頭出して精査詰めてもいいと思うけどな。2番黒とか3番黒って言ってもいいと思う。5からも特別にラインが見えるような発言聞いてないんで。9番行きたくないみたいなこと言ってもいいと思ったけど。まあまあいいでしょ。2番のとこそのぐらいかな。とりあえず9番もパッとしないし、はい、9番7番の精査はあんまつかないし。台所に虫がいたぐらいのレベルでしょ。8番のプレイヤーが発言します。8番黒塗りてんだよな。俺がおかしいかな。俺、9番強靭ってよりはオカメの方があると思うんやけど。だって、9番って、あの盤面で多分4球だったら村下点9の方が圧倒的に2勢だと思うよね。そうなった時に占いの審議がついてない段階で占い落とすよりは俺は4球だったら絶対的に9を落としとったけん。どうなんかな。9が強靭だった時にスラするメリットも別にないと思うけどな。ご神様が釣られるって思ってスラしたって言うんだったら一応ロジックは通るけど、ゴーラナの審議ってそこまでついとったって言われたら俺はついてなかったと思うし、4級だったら圧倒的に9の方が釣りたかったってなったら、俺9今日だったら残りそうやなって思うんやけど。多分今日何言っても9が釣り位置になると思うっちゃね。俺もはっきり言ったら9の色見たいし。やけん、3番さん明日答えてほしいんやけど、3番さん視点って占い心境っていう盤面を想定したやん。その場合、28っていうのはどっから出てきた？おそらく7の白崎が4であることから、占い心境だったら俺、グレー2両潜伏めちゃくちゃ弱いと思うけどな、盤面的に。これ、捏造してね？これって5、1白やったよな、確か。3番とそうやった場合って5強1郎の世界戦とか、おっとかいって言ったの？熱を3番さんの精査って草甘いなって思ったけど。占い新居28郎って言ったの。占い新居やったら、どうなんやろね。5の方が偽っぽいかな。5が7を仮に今日で見る視点があるんやったら、真っ先に占い師って確認すべきやと思うよ。5偽だったよ。5番も精査甘いと思ったけど、7の方が新っぽいから。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、まず言いたいのは、まあ、やめろ、自分が強靭で見られていて、このゲーム強靭釣るんですかって、村には問いただしたいですね。うん。俺、自分の村を知ってるんで、57の審議がつかないんですけど、今38のなんかライン切りに見えたのは俺だけかな。なんか俺のことを一人で浪費してるし、8番っていうのは、逆にあなたローなんじゃないですかって、俺防衛感すごいあるように感じちゃったけど、初週は8番一番白くて、村、放棄してたんだけど、自分の中ではね。だから8番でとりあえず白は出してみたんだけれども。なんか2周目の発言すげえ臭いな、この人って。3番結構 SG1 に持っていこうとしてるような気がするなって思ったかな。うん、57の審議はつかないから、ただ、そうですね。投票で頭出すか ?3 番投票して。全くつかないな。まあ3番もわからないわからないで通してたしな。3番投票して頭出して。まあ1番の初週の俺への叩きやろ。正当だった。5番に3番占い誘導させて。それ乗っかった2番3番っていうのは俺の中だけ詳しい。7番3黒、5番3白、3番台にして、3ツール方向は？3番強じめなんじゃない？あるかな？あるな。あるな、3番全然、57新規はあると思ってて、グレーに2郎構成もあると思ってますけどね。はい。なんなら初日囲いも、1番さんもあるんじゃないかって思ってますけど。今日、俺釣り屋の目は、俺8番釣ろうかなって思ってますけどね。はい。強靭っぽいけどな。1番のプレイヤーが発言します。
98ローラーしたら、一人狼は確実に落ちると思ってる目線です、僕は。9はとりあえず強として色結果見て、で、8が5、7の精査で、7の方が心配、5はグレー精査が甘かった。いや、7の方が、いや、5のラインって見えないからな、そんな見えるような発言とかもなかったしな、しか言ってなかったんだけど、そこで5、7の比較要素の中で、グレー精査が甘いっていう要素の8番の取り方が2周目は違和感だと思った。正直、一周目の印象だけ聞けば、9、2、5、7釣り切れば終わるかなって思ったんだけど、9、2、5、7。8占ってもらえないですか ?5、7ともに。5、7ともに8占ってもらっていいですか?8の5のデータで。7番って俺占ってもいいけど、俺視点って7から占われたところで、7から黒出されない限り、7の真なのかどうなのかっていう目線落ちないから分かんないから、俺の視点を詰めてほしいと思ってるんだよね。8がめっちゃ2周目の5、7の精査に対するものはすげえ違和感だったので、今日9釣りを飲んでる人物で9黒結果が落ちたとしても、今現状から9をみんなが釣るっていう現状のカーだから、もうここは釣らざるを得ないっていう形でライン切りする要素もあると思ってます。8が5、1に対して初日でライン切り、ああ囲われてるって目線がマジで分かんなかったっていうところで、9、8ローラーを持っていこうと思って全プレイヤーの発言が、そのうちの98ローラー、どんな根拠があるの？98ローラー、8占い達成って白結果を想定してない発言。投票が終了しました。9、8ローラーってことは8番確証だった場合に、1番っていうのは9番白だった場合、8番白だった場合の思考が停止してる人間なんだよね、1番って。はい。ごめんなさい。自分がわけわからんムーブしたばっかりに、見事に SG1 に持ってかれましたねって感じで。まあ7番でやりやすいようにやった方がいいと。7番がどっちでクリオス取れてくるか。まあ4番さん分かってくれてると思ったんだけどな。もしくは2白出して状況で1、3、8上げるのか。いやー、辛いね。俺ラスポジとしてはずーっとこのままでいたい。うん、まあだから8が5やや偽に思ってる、あたり7の占い地に入りたくないっていう感情じゃないんですか。多分7番シーンで言っていいんじゃないかな、おそらく。7シーン、うん、7番シーンで見たら、5が偽、5が、どうなのかな。5のローって結構あるんじゃないかな。3種類できて、1番最後。で、1は、初日がこれないんじゃないか。フィーリングだけど。5がローで出てきたときに、最終位置に白を取っとけば、なんとかなるでしょうって。まあ、1目は興味ないよ、ね。1番のロー否定にもなりかねんから、1番のローってほぼほぼないと思う、盤面的にね。7番が新名をこのまま勝ち取るんだったら、1白でいいと思うけど。7死んでいって、あまあ、けど8白だったら8黒だよ。1番の票取って、わ、うん、かんないけど。けど1番って 5番の方がちょっと新みたいな話してるから。8白出して。スムラね。スムラ目線、7が死んだと思うよ。10番は俺、強靭ない気がしてきたから。全然俺、強靭でも人狼でもないから。で、1、8、3に強靭いると思う。言葉残しておくから。7死んでいってください。以上。夜が更けました。人狼に、人狼の方は、6神の3黒か、8黒か、俺白か。熊さんがやりやすい方がいいと思う。俺じゃなくて、今回は。どうしますもう、任せますよ。4番、3番にヘイト貯めそうだから、俺は6巻で3黒の方がいいと思うけど、福間さんに任せるよ。結論を急ぐな。貯めないけどね。貯めないけど、いいっす。いや、これ7番が主導にいる盤面なんで、俺主導じゃないんで。昨夜は、誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番。のプレイヤーが発言します。それ行く。まあまあまあ。はい。お願いします。九白。やっぱ強靭だと思っちゃうんだけどな。一白か。一か。そうですね。まあ一に興味感じたのかな、多分。なことない。57の審議は、なんか、盤面まあ。まあけど占い値は外れてるから。んであれだけど。まあいいけど。5番さんが9番さんのローを、
まあ、見た方がいいと。え、俺サンプルって言ったよね。あ、やめよう。ごめん。やめます。ね。1キロあるっちゃあるよね。8番、俺はね、8番3番狼っぽくないなと思ったんですよ。みんなが強靭を期してる9番に対し、8番が、言ってたよね、俺ね。9の黒あるかもしれない。3黒出した方がいいと思う。で、5、7新居に合わせる。4番、8番、俺7番で多分4票で3入ると思ったんだけど。で、6番ナビケーターだ。この人見ないよ。グレーの位置あんまわかんないんですよ。昨日の2周目の発言って9番さんがああいう動きしたから、2番さん、3番さんって、9番さんに対して真っ当なことを言えちゃう立場であるから、そうだね、そうだね。2番さん、3番さんの精査っていうのはしっかりできないなと思ってる。ただ、1周目の1番さんの9番さんに対しての指摘はピンポイントだったから、うん、村っぽく見えるなと思ってしまった。ごめん。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい。自分目線も8番さんがめちゃめちゃ怪しかったんで、8番さんもなって8番さんが知るでした。昨日、今4番さんが言ったように、俺も言ったんだけど、9番さんが仮に村だっても余計なことをやってるから、2、3が真っ当になってる。で、それでも俺は精査を落としたいから、2、3であった場合って、その、7、9、狼、狼っていうのはないだろうからっていうので、3番さんの方が視点が近いかなっていうのを落とした。で、1周目の8番さんの発言に違和感はなく、好印象だっていうのを発言しました。1番の発言、3番の印象でやらせるか。8番さんっていうのは、合狂人、1狼というのを提唱した。で、9番の狼ある。ってことは、合狂人、9、1狼っていうふうになって、じゃあ、8番さん目線、1番の発言はどう思ったのっていうことになるし、なんで俺が狂人になったのっていうふうにもなったんで、9が狼だから、じゃあ、占い心境で5、7比較して、5番が狂人ってなったのかもしれないけども、めちゃめちゃ不当だなって。で、5、7比較して、7番と5番の発言を比較した上で、7が死んで、どの理由で、どの要素でって思ったんで、7番と7、8ラインが見えて、普通に8番さんを占った。1番さんの発言を聞くまでもなく、俺は8番を占いをしようと思っていたっていうことですか。はい。まあ、占った理由はこの以下の通りですかね。だから、残り2か3どちらかになるんだけど、まだ、分かってないです。今日の発言を聞かないと分からない。で、今日7番を釣ってほしくて、7番を釣った場合って、4番さん俺護衛してなかったら、普通に俺護衛してほしい。はい。俺かまれちゃう。6番のプレイヤーが発言します。まあ、9はほぼほぼ強靭でいいと思うんだけど、最悪、まあ、いや、白は追わなくていいか、村は。うん、それで、まあ、追わせるために4分かってくれよって言ってたと思うけど、うん、そうだな。8は5、7の精査は、うん、俺は1番さんと一緒で違うかなと思ったけど、3への指摘は全然いいなと思ったけどね。うん、新居でもし5、7出てるとしたらライン切れで8、3って9番が言ってたんだけど、まあそれはあり得るなって思って聞いてたかな。うん。だから別に俺、2周目に関しては別に8番さんの9を黒置きしての3の叩きは別に不当ではないと思ってるから、うん。ただ、そうですね。8の色が、まあ5番さんからは白ってことで、まあ確か占い値で。うん。あれだけど、そう、どうだろう。7番さんはなんだろう、白圧迫しに行ったのかな、1番さんを。うん。そうだなぁ。まぁ、ちょっとの、うん、いいけど、今日まだから5、7のラン、うん、白白結果だからね。うん。占い決め打って、まぁ、決め打っても、まぁ、あれです。まぁ、1グッジョブだからね。まぁ、多分、まぁ、ほぼほぼ連紙入るのか。ただ、そうっすね。5の俺、別に5番さんからの違和感なかったけどな、グレー精査での。ただ、8裏になって白出してるところがなんかちょっと、そこでは白く見ちゃうかなと思ったけど、もうわかんない。7番さんの発言聞いてみないとわからんけど。いや、そうなんですよね。まあ、それ4番さんが言ってたから2、3の発言って昨日9番さんの指摘はマットだったし、マットに見えちゃうんだけど、7の発言聞いていくけど、俺は5、7だと7の方に傾いちゃってる。マジか。って感じ、表がね。はい。じゃあ、頭出すか。のプレイヤーが発言します。7つ選べんだったら頭出していくしかないよ。1番占って1番さん白です。1番が8番占いって言ってましたけど、俺目線1番って別に白くもないし、グレーなんで、はい。1番占いました。
で、兄さんの発言聞いてないんで、兄さんは正直精査ができないです。さっきと同様に。うん。7番、8番の質問ね。うん、うん。難しいな。9番は強靭だと思ってますよ。はい。頭出して8ヘイト貯めて5、8にするか。うん、8強の可能性もあるし、で8黒出していい。それも若干見えにくいかなって感じはするけどな。ね、それが一番いいんじゃない？5番、8番、狼で終わして頭出して、8番に対しての3番のクロスはおかしいって言って、3番の票取って、1番の票取って、7番の票取って、5番に行く。で、5、4、5、6、8が5に入れて、7に入れたとって4票だから。俺の相方が2、3にいるわけですよ、ね。1番、3番の票取った方がいい。それ5番、3って2、3が真っ当だから。3番の感情を揺さぶって、8番の票取って、プラスさんがいいから。もしくは8番強靭だったら5に入れれるし。それしか言ってないから、2、3に。それが勝ち数字かな。7つ目る進行やめた方がいいです。次の日5番かめないし。しか言えないですか。もう6連並みした時点でも。2、3、8はまだ、この日に5番を釣る状況にしなきゃいけない。はい、5言ってください。8番。で、6番噛んだ理由も8番のクロスを落とすためだから。だから7番には8番占いはさせたくない。そんなに見えづらいんであれば2、3の精査をすべきやし、5番に関しても同様なんやけどな。昨日の2番、3番さんの発言から俺視点、発言はしてないかも、視点更新はできてない。4番さんに聞きたいんやけど、これ聞いたら怪しまれるんかな？守り位置6なん？ 5、7どっちかちゃん。9で白結果出とんやろ。6噛むメリットってのがそんなに俺視点はわからんのやけど。これは黒予想出ましたね。4あたりは 6なんかな？あ、6なんか。6噛み？ほら、結構センスないと思うけどな。ってなったら、やっぱ昨日言った通り3番さんには昨日の段階で占い心境だった場合28って言った理由を教えてほしいかな。俺占い心境だった場合グレーにローセンブってやっぱり弱いと思ってることから51の囲いって俺見ると思うよね。5番強視点でも実際はなかったよ。なかったけん5強1ローってなかったけん5番の強って結構薄いとは思っとるよ。これで行くしかないね。検査できんかってのやっぱ気になるけど、ね。頭出して。で、まあ今多分一番何言っても無駄だと思うけん。6が見ってそういうところ考えたら7でグッチョブ起きる可能性っていうところを考えて7を神に行けんかった7が真ってやっぱ俺視点では見えるけどな。9番に関しては雑すぎるやろ。その精査って俺とほぼほぼ一緒やんけ。1番のプレイヤーが発言します。寝た。いや、7が偽か7つろうかな。でも、8占ったところで、俺に隠しろ作るのと8に隠しろ、8が白だった場合っていうのが一緒だし。引くか、表に出るか。引くか、表に、いや、表に出るしかないな。もう、なんだ。相方は切らない。むずいね。超むずい。てか7視点って多分5のライン精査ってすこぶるイージーだと思うんだけど、多分7視点って5って2、3に対して9がああいう発言をしてるからこそ2、3がまともに見えてしまうって他人関係を示してる発言の内容だから、だからあって5番って強靭目しかないと思うんだけど、白だった場合、白人外だった場合ね、5番強靭の二郎潜伏で、だから8占ってほしいって言ったんだけどね、7視点で7って占う能力があるだけで発言精査する能力がない人物なのか、それともただ単純に、ああ、わからんな。今現状下だとグレーの精査の仕方だったりとか占いの仕方だったりとかが隠しろ作るっていうのは村に対して目線としてはプラスなんだけど、なんだろう、狼見つけようとする人物ではない。あ、5行こう、5行こう。2番のプレイヤーが発言します。
まあ、もう今日決め打ちなんで、僕の視点をはっきりと喋ります。5番、8番、人外、3番か、9番、狂人だと思ってます。5番、8番、狼、3番、9番、どちらか狂人だと思ってます。まあ、3番の発言を聞いてみないとわかりませんが、8番さんというのは4番さんに対して6番をか、6番守ってるのって話して、9番を白結果って話しましたけど、9番を狼で追った視点ってあなただけですよ。もしくは3番ですよ。昨日の発言もおかしかったよね。3番さんが5番と7番を心境で置いて9番に平ためてるイコール5番目線、3番目線っていうのは9番を狼で置いてる視点だよね。8番さんは他の人間が9番はマックス狂人なんじゃないか。狂人はあるかもしんない。けど精査は濁るから釣るっていう視点を出しておきながら、8番さんっていうのは9番を2周目で黒がある。俺だけおかしいのかな。9番黒で見えてんの俺だけだよって言って9番を釣ろうとしたんですよね。3番と同じ行動じゃないですか。8番が3番に溜めたヘイトがおかしいと思ってる。なおかつ6番を守ってなんで6番守ってる段にならないはず。あなたが一番色見たいはずですよね。7番さんは8番占うべきだと思いましたよ。1番が結構俺は白く見えてて、8番に対するヘイトがすごい白く見えてて、1番が5番7番に対して8番の占いっていう話はパンダになると思った。で、5番目線、7番が8番に黒出した場合って5番を8番を救う行動ってのは白結果しかないから、だから5番は8番にしろって言った。7番は1番の隠しろって作った。単純にこれだけだと思いますよ。破綻してません ?8 番さんって。9番を狼で置いてたのに、6番が噛まれたんじゃないのかって4番の6チャットって言う前に、それで、6守らなくていいみたいな話でおかしいと思いますよ。はい。僕は5番いきます。以上。3番のプレイヤーが発言します。3番ついてこい!はい。よろしくお願いします。ついてこい!まあ僕ね、ついてこい!すごいいい作戦があるんですよ。お?今日僕釣りません?9番を多分みんな強靭でほぼ釣ってるから、まあ一陣が落ちてるって仮定して、で今日僕を釣りましょう。おー、オッケー。そしたら、明日、多分大人の、まあ色が見えちゃう。で、8、9だったらどうするんですかね。まあ正直、まあ8番さんに俺は何を質問されてるんだろうって、9番を人狼で追った視点は、いや、3回目で、ね、そう思うんだったら5つ目やろ。ってるんだけど、そう思うんだったら5つ目やろ。まあ、俺何を聞きたかったのか全然俺わかんないから。まあ、だがしかし、9番は絶対俺は村ではないと思ってるから、あの占い審議、3強前。俺はあんまりわかってないけど、3番目線8わかんないなって人は俺投票でいいと思ってますよ。うん。5番、7番視点から2番、3番の精査って、まあ、難しいと思う。実視点立った場合もね。だから、多分2番、8番で戦う構図になると思うけど、今日はね、僕で一旦お茶を濁しましょう。はい。それで、自動表彰さんみんな9番、強靭って追ってたんでしょ?自動表彰さんじゃあ、いけますよ。はい、僕投票してください。自動表彰。全プレイ。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。俺クマは絶対5番に投票。いけるよクマちゃん。クマちゃんいけるよ。8番5番に1枚。いけよらしきた。6番お前はもう今日いねえんだよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番。5番の遺言を発表してください。8番3番行くのやばいだろ。8番3番行くのやばいでしょ。3番バカタレ。バカタレ。冒険じゃないかな。バカタレ。2票差つくんだ。やっちゃダメでしょ、バカタレ。4番も5番に行ったんだ。いいね、ペファ。いいよ、ペファ。1番も行ったし。2番が尻尾丸出ししたでしょ、今日。ね、俺は旧狂人、旧狼の視点も両方追って、9番は村を濁すだけの害悪だって、害悪って言い過ぎか、うん。村を濁すだけの存在だって言ったから、俺は9釣りを提唱してるわけであって、2、3の精査が難しい。で、2、3比較した場合、3の方が視点が近いから印象がいいって。ね。精査落とせないながらも、精査を落としてる人間です。8クロだっしょ !1 周目は、良かったけど、2周目はめちゃめちゃおかしいと思ったから、8番を占った。で8番が白だった。で、今日において8番の発言は、もう、盤面を濁すだけの発言してないから、もう、ああ、間違いない。女といるね。8番強靭なんで。間違いない。で、2番が狼なんだよ。2番尻尾丸出ししたでしょ。何投票これ、俺に入れた人誰や
大丈夫、4票入ってるから。一音節穴か。一音節穴か。あ、怒るよ。ちゃんと発言、2番の発言来た2番のドス黒さが分かったでしょ。今日俺を殺して畳み関係に行ったでしょ。まあ次は引きますね。ね。もう、あの、9番が巨人でも。いや、俺間違ってんのかな。いや、俺間違ってんのかな。8番黒にしか見えないんだよな、って言う。それか押して、だろ ?8 黒だろって、5八だろって、7番。押せんだよ、って。何やってんのって。夜が更けました。六面蹴り。人狼に気をつけてください。ちっとびつ。人狼の方は。黒城、八黒っすか。八黒でいいんじゃないかな。いや、八黒でいいんじゃないもん。それか、八白出して、三黒出してもいいし、まあ、どっちでもいいですよ。もう熊さんの盤面なんで、熊さんがやりやすいように、一発目の発言ですから。じゃあ、八白打ちますか。マジで八白打つのこの人。八白打つ気八黒でいいんじゃねえか八黒でいいんじゃねえか夜。八白いっちゃう昨夜は、一名の方が亡くなりました。八白いっちゃうの ?6 番、7番。え?のプレイヤーが発言します。8黒にして笑った。8番黒でした。8番黒です。8番いったら終わります。はい。5番3名戦。8黒でいいと思うよ、俺は。8強人と置きまして、8強人で2ならロロって言ったから。まあ、いいと思うよ。一遍引く意味で戦ではいいと思う。8番だったら白ねっつって8番の票取って3番いけばいいから。はそれはすごいいいんだけど。村であんなことする。なんか今の7番の発言だと多分、それは通用しないと思う。だから、八黒でご利用しで1番4番の票を取った方がいいと思う。まあ、普通に、一番さ、俺が人外だったら、一番さんが八売らないって言ってるんで、俺があの番弁2日目で8番黒打てば、1番の票って回収できるんですよ。ただ、一番が八売らないって、俺目線1番って別にグレーなんで、はい。なんか、臭いなと思って1番占ったんですけど。ああ、占う前だ。はい、それだけです。マッサンも狼下手くそやな。もう他言うことないんですが、何言いましょう。マッサンも狼下手くそ。うん、5番、8番、3番、9番。もう言うことないっすね。もう8言ったら終わります。はい。8番3、5番3、8番3、絶妙なライン切りでしたね。はい。以上です。ライン切りじゃなくて、8番。のプレイヤーが発言します。はい、まず7が偽なんやけど、57の審議で5番が偽って言った理由に関しては、5番があの盤面で7強人もあるんかなって言って、7の白先を全く最後に確認したことが俺視点結構偽要素に見えたから、もし仮に 5視点7が強人だった場合ってグレーに色潜伏ないしは初旬の囲いなんよ。やけん初旬の囲いのが強いやん、絶対的に21になったってことは。やけん5番がそこで確認せんかってのが怪しいって言っただけ。7の精査しても多分無駄やけん、7釣れる前提で2、3の精査をするんやけど、2番が俺に対して9の色を見たい8番って言ったところは、まあ、真っ当かなって思っとる。うん、俺視点で9の色を見て、そっからの情報更新ができる。ただ、あの盤面で9に結果、白結果が出とって、6、噛むかって。白結果なのに6巻で意味あんかな。それやったら発言強い4とか噛むんじゃねえかなって思ったんやけど。やけんどっちか占い守ったんかなって俺してんだ思ったけん、あの場面で占い守ったんやったら教えてって。6守りって9白結果の時噛むかなって。それやったら4噛むくないって。うん、それが俺の思考かな。で、3番に関しては昨日の場面で3人ともしたんやけど、地釣り発言する意味がわからん。うん、急遽って言っとったらロジックは通っとるけど、そこで3視点って28どっかに狼おるん。1番のプレイヤーが発言します。まあ、若干引いて喋るか。次は。8が強人だった時に限り、7にローローで負けかな。いや、2が言ってることがクリティカルすぎて、3視点で2の印象が良くなるのって当たり前の要素だし、3視点で8の印象が悪くなるのって当たり前すぎる、当たり前体操だと思ってるから、決め打ったから8行こうかなって思ってます。はい。てかそもそも5番って聞いてたしね。
7番が、てか9があのムーブを取ったからこそ、9番からの陣外の要素を拾ってでの、7番に対して強靭っていう要素を取って、で、2、1番目になったから、8番が言ったことの通りだと思うんだけど、7番が初日で囲われてる目線っていうのもあるから、だからこそ、6番に対してごめんけど教えてくんないっていう視点を持ってた人物だから、6巻でメリットはあるよね。2日目で絶対占いずりだから、そこで色結果が出されてるのが一番めんどっちいから、狼が出てた場合で占いで8行こうかな。はい、2の2が言ってることがだん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 すごい真っ当に聞こえてくる。2番のプレイヤーが発言します、うん、まあ、特に喋ることもないけど、俺こういうプレイヤーだから決め打ち好きな人間なんで、もう8番にしか行きません。7番死んだと思って5番8番3番強靭じゃないですか。うん、9番はただ回したかっただけじゃないですか。8番目線も喋れば喋ろうと黒くなるから喋んない方がいいと思うよ。8番目線9番を狼で置いたのはあなたと3番でしょ。で、6番を噛んでる違和感がおかしいって言ってんでしょ。9番黒結果で出したい人間しか噛まないだろ、6番を。何をおっしゃいますか。9番を白だと思ってる人間ってのは4番でもどっか噛めばいい。占いでも噛めばいいよ。けど6番を噛んだっていう自分自身で4番の6番チャットをする前から6番噛みって予想をつけておいて、狼を消して、6番感覚のことがおかしいって言ってんでしょ。あなただけじゃん、それ言ってんの。喋れば喋るほど暗い。あと昨日3番に投票してる意味もわからない。3番目線、俺の発言で5番、8番に見えて票をぶらそうとして自投票。8番も3番に投票している。はい。これが結果。はい。無理です。はい。8番しか行きません。以上。3番のプレイヤーが発言します。いや、俺が強靭だった場合って別に俺、地釣り発言する必要なくねえかって思っちゃうんですけど、その俺が5番8番で明確に見えたんだったら俺って7釣りをしますよ。確かに。そのまあ実時点でどうしても8の印象が悪くて2の印象が良くなっちゃうから。確かに。でも8番さんが俺に投票するって5、8ローローでやるのかなって思っちゃうんだよね。確かに。確かに確かに。えちゃんさんこんばんは。確かに正論言ってる。だって2番さんも俺を人外だと思ってるんだったら俺投票できるはずだし、なんで、ね、まあ、決め打ちだからしょうがないんだけど。いや、ここ頭出さないぐらいだったから失敗したな。今の発言は失敗した。7番さんのシーン。じゃあ5番さんがわざわざ2日目に8番さん白を出す理由、まあ1番さんが8番さん占いとは言ってたが、7番さん外して9番さん占ってるし、別に5番さんので1番さんに乗っかって8番さん占い必要はないと思うんですけどね。6人番面だから4番2番どっちかに白出して4番1番の票ぶれなきゃいけない。だから2日目が俺弱いと思ってるんで、それだったら票回収で2と3のどっちかに白出してる方がいいんじゃないかなって僕は思うんですけどね。3番8番7番いきそうだな。3番の勝負。3番強靭目だ。失敗したな。これは7、2だと思ってますよ。ただ、俺が強靭に見えるんだったら、別に8いってもいいですけど。OK。これは7に行こうかなって思ってますね。やばい。やばい、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 やばい。いや、やばくないか。はい、やばくない。強靭いてもおかしくないもんな。急遽。のプレイヤーが発言します。ペさん。はい、お願いします。ペさん。いやね、自分もね、その、ペさん。8番さん多分言っちゃうんだけど、うん、8番さんが今日の発言で5番さんがこういう発言をしたから明確に偽だと思いましたって発言してもかかわらず、じゃあなんで3番に言ってるんだろうっていうのがすごい気になったんですよ。やねえ、それ。むしろなんともないわ。うん。モアイケンさんの声がイケボすぎて、かつ7が狼だった場合、教えてください言われるなら面白いけど、7番さん自身が言ってたけど、1番さんの票って多分8に黒出せば回収できるんだったら、昨日のその、7-5、どっちがどっちっていうのが分かんないような状態の時にこそ、8に黒を打つべきだと思ってるから、7が狼だったらね。なるほど。で、1の票をもらいに行った方が、7が狼だった時、利口かなって思ったから。なるほど。勝った。やっぱ5、8なんじゃないかなって思っちゃうんだけどな。勝った。5、8、3強な。いやー、なんか7、2ってのはね、さんまさんの意見も分からなくはないんだけど、俺はそのもひっくるめて全部ひっくるめると、よし、決戦まで行く。5、8の方が濃いのかなって思っちゃったから。一番放棄しろ。一番放棄しろ。お前、強靭ならわかんねえんだけどね。うん。
三番いや、負けたら申し訳ないけども、うん、昨日ね、5番さん行った以上、俺は8番に行こうかな。そうだ、そうだ、それでいい。本当に3番さん強靭だったらもうね、目も当てられないからね。目も当てられないよ。はい、以上です。全プレ。その疑いには、どんな根拠?8番つってよ!お願い !8番つってよ!勝たしてよ田島さん、よく頑張ったね。君はほころびを2つほど出した。そのほころびに対して僕が突っ込んだことで僕の方が白くなった。田島、お前にチェックです。利用式だ。2票獲得ありがとうございました。投票が終了しました。さあ、1番3番どっちかもうかな。4番さん勝負しようか。1番3番どっちかもうか。8番の遺言を発表してください。1番さん3番さんどっちかむか勝負しようか。2分の1あの盤面で3人いった理由4番さん言おうか。そのぐらいの勢いやで。あのそれ発言順もきつかったんよ。2番が俺に行くって言わんかったけん。2番視点って580っていう明確に指定して、かつ2番っていうのは3と9ここに強人がおるんじゃないかっていう精査をした。もし2番が村だった場合って580って思ったやつって俺から落としかないんよ。5の占い結果一応見れるけん。4回目なんてそんな甘いことしませんよ。それで番番ワンチャン情報更新できんか。5の占い結果完全敗北ですよ。完全敗北。どうなん ?2 番視点3か9か今日って思ったんやろ。ほぼほぼ5、8で見たんやろ。喋るなもん。やったら俺でよくないか。あんたで言ってるわ、あんたが。1視点俺怪しんどるやん。あんたに白俺釣れるくないか。あんたに白出してる5番釣っとるわ。そもそも3か今日っていう可能性もなくはない。甘いな。お米さんよ。人物ではお、お米さん。ね、三視点、俺が狼、五八狼に見えとったっていう狂人戦っていう可能性もあるよ。うんうんうん。まあ仕方ないんじゃない。二番の多分俺のクリティカルって、六の色結果見たかったんじゃないのだけだと思うけどな。その他の精査に関しては俺おかしいこと言ってねえと思うよ。それ、理由ってか、どこがおかしいって言ってくれたら全部跳ね返すわ、全部答えるわ。それ言ってくれよな。あの盤面で、方法を盤面きついって思ったことから7釣れて、それが釣れる前提の精査しかできんかったよ。夜が更けました。田島さん、あなたのほころびを僕は見つけたわけだから、僕は勝つ。さあ、1番3番をどちらが勘で、完全敗北や。3番や。その疑いには。4番じゃないか。かもよ。そう簡単に結論を急ぐな。すいません、ゲンさん。いやいや、別に悪くないですよ。悪くなかったですけど、まあ、頭出すタイミングが良かったんじゃないですか。多分俺のパッと。パッというのが。すいません、ゲンさんだ。さっきまた、おい。夜。4番さん、あなたが噛まれてチェックメイトです。お疲れ様でした。ありがとうございます。昨夜は1名の方が亡くなりました。さあ、狂人当てましょう。9番かな。4番。ゲーム終了。9番かな。人狼陣営の勝利です。